維新の党に松田目に監視役をさせてください。これ自民党でも民主党でも絶対にできません。彼ら実際に今何でも言ってないんですから。民主党の辻元さんだってね、普段はわー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 いろんなこと言って国を良くするとか、橋本はあいつは許さんとかいろんなこと言ってるのに、自分の給料25万円上がってること何も言ってないじゃないですか。私は庶民の味方ですよ、私はね弱者の味方ですよって言っといて、月額25万円の給料上がってますよって、ね、彼女言ってるんですかね。まあそういううさんくさい政治は嫌いでね、ちゃんと皆さんに言うべきことは言う、自分たちに対して自分たちのねやっぱりマイナスになるようなことでもきちんと言っていく、これをモットーにやっていますので、どうか松並さんをねそういう役でもう一回国会に送り出してください。はっきりとほっといても、ほっといても自民党と公明党だらけの議員になります。もう日本国中自民党と公明党だらけの議員になる。でも大阪だけはねやっぱり違うよと、そんな国会議員の懐だけ温めて国民にね負担を押し付けるような、そんな政治にはノーなんだよと。これこのまんま自民党と公明党の議員だらけだったらみんなそれ賛成ってことに、自民党と公明党みんなそれで勘違いするから。でも全国各地自民党公明党民主党の議員しかいないんです。選択肢がない、大阪には選択肢があるんですから、国民に負担を求める前に国会議員身を切れよと、ちゃんとこれは国民の声なんだよってことを示すためにも、高槻市民の皆さんには維新の党の選択肢がありますから、どうか松並をね最大限に活用していただきたいんです。